を発見っち、逃げるなら今っち。お宝の匂いがするっち、さっさと探せっち。扉を発見っち。へっ、敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵は3体っち、先制でも無駄対決やるだろ。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵を発見、敵を3体発見っち、先手のチャンスっち。イマジンフィールドは何でも展開できるっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。扉を発見っち、ノックを待つ。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。なあ、あいつがフードの男か。どう見ても怪しいし強そうだろ。まだオーブもないし、レベルも足りてないって。今日こそは強行突破よ。久しぶりね。いきなりだけど、そこをどいてくれないかしら。古の傷を求めし者よ。まだ時は満ちていない。私たちはね、どうしても先へ進まなくちゃいけないの。なぜ古の傷を求める。貴様らは崩壊を望むというのか。おい、こいつ何言ってるんだ。まさか時が満ちようとしているのか。はあ、だから時ってなんだよ。おいヤマト、お前の知り合いなのか。いや、知らねえよ。イニシエの傷に触れる、その覚悟ができたということか。もしかしてそこをどいてくれるの。ピン君様のお通りっち。さあ答えろ。世界を綴りし、神の右手を持つ少年よ。世界を綴る。これでようやく妄想を壊せればね。いや、諸君らの出番はこれまでだ。やっほー、アサヒ。秋葉原地形団。忠告したはずだろう、我々の邪魔をするなと。私たちが先客よ。聞くのはあなたたちの方ね。やれやれ、見逃してやろうと言っているのがわからぬか。頼んだ覚えはないわ。では仕方あるまい。忠告通り、ここからは容赦せんぞ。せんぞ。あかりくんはそこで見ているのに。あれれ、お手伝いしなくていいの。こんなキャツら、私一人で十分だ。いざ尋常に勝負。来るぞ。秋葉原自警団の名において諸君らを成敗する。そろそろ私も本気を出そう。俺に下。
口ほどにもないじゃない。まあ4対1だったしな。団長どうまい。今日のところは仕方がない。あかり君撤退だ。逃走でありますか。秋葉の平和から目をそらすでありますね。違う、これは秋葉原を守るための戦略的撤退だ。諸君、これで先日の借りは返した。情けは今日が最後。あ、借り？諸君なり、妄想球から運び出してもらった借りがあったから。団長がね、ありがとうって言ってるみたいだよ。あかり君、余計な言葉を口にするんじゃない。では諸君、次は本当に容赦しないからな。そう肝に銘じておけ。さらばだ。さらばば。行っちゃったな。行っちゃったわね。行っちまったな。行っちゃいましたね。行っちゃったっち。なんかあいつらいいやつなのか悪いやつなのかいまいちわかんないな。私たちの邪魔をするのなら誰であろうと敵に変わりはないわ。世界を綴りし少年よ。忘れてた。さあ答えろ。古の傷に触れるのか、アリシヒの衝動を呼び覚まそうというのか。だから古の傷ってなんだよ。アリシヒの衝動とか意味わかんねえよ。まだ時は満ちぬか。立ち去れ、古の傷を求めし者たちよ。ちょっとヤマト、あと少しなんだから頑張りなさいよ。何をだよ。あの青木春を忘れたか少年よ。共に悠久のかけらを求めた日々を。悠久のかけらだと。なあヤマト、やっぱり知り合いなんじゃないか。いや知らない、俺は何も知らない。やはり時は満ちぬようだな。立ち去るがいい。なあ一つ聞いてもいいか。世界を綴りし少年、時の観測者に何を。八つ目の大罪は何だ。誰が無欲を罪と定めたのだろうか。懐かしい汚れなき白き少女。ヤマトさん、何か知っているのでしょうか。知らない、俺は何も知らない。ちょっと待てって。もう朝日まで。サキさん、二人を追いかけましょう。仕方ないわね。友よ、聞こえるだろうか。悠久のかけらは今もまだ。ヤマト、待てってば。ねえ、一体どうしたの。お前らには関係ない。関係あるわよ。やっぱりあの男知り合いなのね。知らない、本当に知らないんだ。ただどうした。いや、なんでもない。きっと気のせいだ。話す気はなさそうね。あの、ヤマトさんも話したくないみたいですし。本当に知らないんだな。仕方ないわね。今日はもう解散にしましょうか。ヤマトさん、明日も来てくれますか。ああ。それじゃあまた明日。同じ時間に同じ場所。遅刻厳禁よ。わかった。どれかを装備すれば強くなれるんですよ。この猫耳喫茶、毎日開店記念続けてんのか。巷で噂のピンクマントも御用達しにゃん。ニャンドリーミーもよ
おい、今の話本当か？にょにょにょ。今ピンクマントが御用達って言わなかったか？本当に来たことがあるのか？ごめんにゃ、嘘にゃ、適当に言ったにゃ。なんだ、嘘か。ピンクマントは秋葉の有名人だと聞いたにゃ。だから客寄せに利用したにゃ。その話どこで聞いたんだ？お店の子に聞いたにゃ。ネットとかでも見たことあるにゃ。ネットで？前から秋葉で目撃されてたみたいにゃ。変わった人を見たくらいの書き込みしかないにゃ。都市伝説みたいなもんか。ピンクマントがどうかしたかにゃ。ああ、いや、なんでもない。話聞かせてくれてありがとな。にゃにゃ。やっぱり気になるな。ピンクマントのこと、ちょっと調べてみるか。ヤマト、おーい、本郷ヤマトくん。あ、よ、まだ秋葉にいたのか。そんな熱心に何見てたんだ？何も見てねえよ。それじゃな、俺は帰る。ヤマトのやつ、ゲームマーズなんかに用事が？ヤマト。ああ、そこのモニターな、よくアニソンの PV とか流れてんだよ。わっ、何驚いてんだよ。やっぱり興味あったのか？そういうの興味ないから。じゃあお疲れさ。逃げるの早すぎだろ。マントをつけた男？そういえば噂で聞いたことあるな。どんな噂ですか？最近聞いたんだけどさ、秋葉原にピンクマントの小さいやつが現れるらしいよ。小さいやつ？それって子供ってことですか？ああ、それはどうだろう。年齢までは知らないけど。ってことは顔までは？ああ、顔についても聞いたことないな。そっか、どうもありがとうございました。お洋服を売ってますよ。見ていきましょう。ちょっと、そこのお兄さん。あ、昨日の。私のこと思い出せたかな？いや、ごめんなさい。もうひどいよ、朝日くん。
いっぱいあんなことやそんなことして遊んだのに。じゃ、別の意味に聞こえるんですけど。もう、っていうか、お姉さんは一体誰なんですか。ダメ、思い出すまで教えてあげない。今度会う時までには絶対に思い出しておいてよ。じゃなきゃ泣いちゃうからね。わかりました。次会う時までには。って、あれ、昨日のこと覚えているんですか。お姉さんはね、何でも覚えているんだよ。それこそ朝日くんの小学校の卒業文集もね。将来の夢は野球選手だったよね。大リーグで大活躍するんだっけ。なんでそれを。俺だって忘れてたのに。って、そうじゃないです。だからね、繰り返した昨日のことももちろん覚えているよ。不思議なこともあるものね。町のみんなは気づいてないみたいだけど。もしかして妄想者。ん？ああ、いや、なんでもないです。ねえ、朝日くん、男の人と女の人が仲良くなる秘訣知ってるかな。男と女？一体何の話ですか。それはね、秘密を共有することなの。これでもう私と朝日くんは秘密の共有者だよ。それってもしかしてお姉さん。ああ、何か変なこと考えていたでしょう。もうそんなんじゃないよ。ですよね。二人だけの秘密だよ。こうして会ったのも、こうして話したのも、みんなにも秘密だからね。ほら、約束。健全な青少年をからかわないでくださいよ。まあ、わかりました。ありがとう。次はいつ会えるのかな。それは。やっぱりさ、こうやってね、次に会える日を楽しみにしているの。でもね、今日が永遠に繰り返される、明日の約束もできない世界なんてつまんないよ。つまらない世界ですか。さてと、そろそろお家に帰ろうかな。それじゃあ朝日くん、次会う日までにちゃんと思い出してよね。頑張ってはみます。それじゃあバイバイ。二人だけの秘密か。お姉さん一体誰なんだ。セーブポイントです。忘れずセーブしましょう。